今日も頑張ろう。おい、調査兵団にするって、コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ、俺は自分で決めたんだよ。あの皆さん、上官の食料庫からお肉取ってきました。サージャ、お前、独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから、取っといてよ。さあ、作業に戻ろう。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。なんだ？通りやれば十分巨人と戦えるぞ。
やってやる。どうだ。大きいぞ。一人でやれんのか。このエレン、一人で戦うなって教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。俺とさせて、奴の注意を引く。エレン、お前は同じを狙え。わからねえ。よし、行くぞ。やってやる。どうだ。なるもんだな。エレン、もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここにとどまるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面超大型キャンディ。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。よう、5年ぶりだな。こいつさらに壁を壊す気だ。食らえば少しは効くか。右腕を振りかぶった。あの腕を攻撃してあいつの攻撃を防ぐ。左腕を振りかぶったぞ。あの腕を攻撃して攻撃を阻止しねえと。
振りかぶった。両腕を砲撃して攻撃を食い止めてやる。巨人が消えた。デレイ、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。
それって…なんてこった。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛部を中東兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると、先遣班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまでウォール・ローゼを死守せよ。はっ！はっ！なんて今日なんだ。明日。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。待ってください。私の腕では足手まといになります。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。死なないさ。こんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。おう。状況は？先遣班はどうなっているんだ？アルミンとはまとまって行動した方がいいんだ。
消してやる。すまない、我々も一緒に戦おう。やった、やった、来やがれ。ちょっと、ガスが尽きたら大変だ。早めに補給しないと危険だよ。やった、急いで行かねえと。このでけえ害虫が、もっと殺す。誰か奴らに殺される。おい、もたついてんじゃねえ、死ぬぞ。助かった。悪かった、俺たちも戦うぞ。エルナ、あっちにはミーナたちがいるはずだ。防御のある相手だ。ミーナたちと合流して、バスに補給を済ませよう。口
消してやる。奴らをどうにかしねえと呼吸ができねえぞ。了解。くそ、奴らが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。補給を急ごう。あれは救援要請か。気をつけるんだ、エレン。Yeah.
よし、近くにいた巨人は倒した。やった、作戦成功だな。押されてるの、危なくない？時間がない、とにかく急ごう。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士さん！何しやがる！待ってくれ！よくも倒れた！